こんにちは。今回は調整後から完成までを説明します。まずは調整したものを音楽編集ソフト DAW に読み込ませるためにファイルに保存します。左上のファイルからエクスポート、ミックスダウンワブ書き出しを選択、名前を書いて保存します。保存場所はどこでも構いません。保存します。保存完了しました。チェビオはもう使用しないので閉じます。左が DAW ソフト、私はスタジオ1です。MIDI ファイルを DAW にドラッグ&ドロップします。この MIDI はピアノの左手右手で分けています。これだけでは音は鳴りません。試しに再生してみます。音を割り当てていないためです。右側のインストゥルメントを選択して楽器を選んであげます。普段私が使用しているグランドピアノを選択してみます。ピアノ、グランドピアノ、好みのもの。ダブルクリックして選択、画面は閉じて大丈夫です。再生してみて曲と合っているか確認しましょう。下のファイルに適用されていないので設定します。テンポが遅いので上げます。原曲は180です。次は調整した音声ファイルを入れます。また同じようにドラッグ&ドロップします。もうファイルは使用しないので閉じて大丈夫です。それでは聞いてみましょう。いつもと違う、ずれていますね。音声ファイルをこれ以上前に移動できないので、ピアノの MIDI を右に移動させます。上の1をクリックして2をシフトを押しながらクリック、それからどちらかをドラッグすれば、両方一緒に移動できます。歌と曲があったのを確認できました。右下のミックスをクリックすると音量などを変更することができます。しまう口元、数値をダブルクリックすれば手入力で調整できます。これらの段階でもし楽器や声が音割れ、明らかにおかしい場合、サンプルレートが合っていないことが多いです。 DAW と保存したファイルのサンプルレートを合わせてあげましょう。次はミキシング、マスタリングをしてもらいます。有料ソフトですとオゾン Q というものを使用しています。別動画で解説しているのでそちらをどうぞ。使用前に準備としてサビの部分をループ再生します。小節の上にあるバーを開始と終了に合わせます。あとは下にあるループボタンを押します。バーが水色になっている部分をループする選択になりました。インサートのプラスを押してリレーと入力します。右数ともわかる、あいつの元には届きやしない。もう一度入力するのは面倒なのでドラッグ&ドロップします。今度は右側のインサートからニュートロン4を選択します。毎日の不安をかき消すほど胸を焦がす。起動したら真ん中のボタンをクリックします。今流れている曲を AI が判断してミキシングしています。あいつの元には届きやしない、どこにたどり着けばいい、わからなくてできたようです。自分の好みのものを選択しましょう。毎日の不安をかき消すほど胸を焦がす、誰に聞かずともわかる、あいつの元には届きやしない、ど
はマスタリングです。インサートからオゾン Q を選択します。真ん中のマスターアシスタントをクリック。毎日のファンとりあえずそのまま胸を焦がす。誰に聞かずともわかる愛の元には届きやしない。どこにたどり着けばいい。わからなくてただすがりついて、毎日の不安をかき消すほど胸を焦がす。誰に聞かずともわかる。あいつの元には届きやしない。それでは初めから少し聞いてみましょう。いつもと違う髪の匂い、踊らされてしまう悔しいな。緩んでしまう口元。マスタリング作業は終了しましたが、編集が納得できなかった場合、インサートにあるニュートロンやオゾン Q をもう一度起動して何回でもやり直すことができます。いつから私こんな風に我慢強く寝ていたんだろう。簡単な流れですが、一曲完成までの道筋は見えたと思います。それでは良き AI ライフを。最後までご視聴ありがとうございました。